だからもちろんそういうね毅然とした態度でやっていくんですけれども、そのためにやっぱりねある種のねパワーが必要なんですね。これは軍事力ももちろんねそのパワーそのものですけれどもね、だからそういう意味で言うと防衛力ですね、軍事力というか防衛力、だから彼らがその領土的野心をですねそこまで持ってくるんだったら我々もですよ、そういうことは絶対ねしてはさせませんよという、やっぱりそういうところを示すだけのね予算も装備もしなければならないと思うんですね。しかしそれだけでもないんですよね。例えば経済的なパワー、これもだってねものすごくパワーな、事実中国なんかには確か1000万人ぐらい日本の投資で雇用があるとかね言われますよね。だから彼らだって得になってるんですよね。で日本ももちろん中国に投資してね儲かるとこもあるでしょう。だから吸ったとこもありますけどね。そうですね。だからそれでいくと、僕は安倍総理がですねおっしゃった言葉でなるほどと思うのはね、アメリカじゃ日本と中国はね戦略的互恵関係なんですと。でその戦略的互恵関係って一体どういう意味ですかと尋ねたら、要するに日中ね友好第一じゃないんですと。違いますね。そうじゃなくてお互いにね得になることはやりますがね、得にならない国益にそぐわないことはねやりませんよと。だから中国も日本に対してですね友好第一で、なんか日本が言ってきたらいや日中友好第一でしょうという形でねそれを踏み絵にしてやってきてますが、そうじゃないですよと。あなた方が言ってることが我々の国益に反することは乗りませんし、また我々日本が投資しなければ困るのは中国でしょと。だから雇用だって1000万人の雇用が減るかもしれませんよと。いや本当ね、だからそういうことをねはっきり言ってることだったんですね。だからそういう、まあ、尖閣も問題もそうですけれども、そういう国内の反日運動をね黙認したようなところあったじゃないですか、うん、やっぱりそういうことをするとねやっぱり日本の国民感情を逆なでしますし、中国にとってねものすごいデメリット、うん、経済面でねもう彼らはもう本当困っちゃうと、うんいうようなことをですね、やっぱりそういう恐怖感を味わうぐらいのことをしないと、ね、まあ、どんどん足元見てやられてしまう。それでね、これ面白いのは結局ね、民主党政権の下でそういう形の政策がどんどん広められていったと。で、丹羽宇一郎さんのようなね、うん、まあ、中国で商売してたね、商社の会長がですよ、うん、中国大使になるというね、ありえないですよ。ありえない、ね。まあ本当に。私は質問収集を作ってもうこれありえないとですよね、ということでだったんですが、まあこれね、しかしね、だから反面教師だというのはまさにそういう形の外交をやってきたんですよ。しかしねこれはね、彼らがやってきた、民主党がやってきた外交というのはね、戦後のね日本が建前の上ではね、ね大事、一番大事だ、つまり友好、友好、ね、友好経済的ね、このお互い自由に貿易して、ね、お互いがこれ良ければ商売が繁盛すればいいじゃないかと、うん、友好第一で、それを本当にやったんですよ、うん、民主党政権 でやって、彼らがですね、そうすると中国がどうなるかって、また度を超えたですね、ね、要求をどんどんしてくると、うん、でそこを見てですよ、国民怒ったんですね、うん、なんだとあんたら民主党はと、これ売国じゃないと。でそこでこの政権がもう一度ね変わったと。しかもその政権が変わる前に自民党の総裁選挙がありまして、安倍総理総裁がですよ誕生しましたよね。あれも本当でしたらね、安倍晋三じゃなくて例えば他の方がね勝っていたかもしれない。ところが安倍さんが総理になった、総裁になったというのはまさに民主党政権のそういう売国的ね政策行為を見てて、これとんでもないって、やっぱり強いねリーダー、強いね日本の国力を取り戻す、その中でやはり安倍総理誕生していただきたいという、そういえば国民の大きなね意思が投票になってますね。当然ありますね。で当然中国も韓国も北朝鮮も、まあ、ある意味ものすごく日本を意識してるわけですよ、はっきり言うと。で戦々恐々としてるわけですから、まあ、日本は、まあ、淡々とね、やっていけば、領土問題については例えばロシアと韓国との間の領土問題については淡々とやっていけばいいと思います。そうですよね。で、まあ、特にね、だから尖閣と例えばね、それから、竹島北方領土はちょっと全然違うんですよね、うん、尖閣は、まあ、あくまで日本がね実効支配実際してるわけですよね。でそれが向こうも実効支配だと言い出してきて ね、うん、ねそういうことに同じように並べようとしてますけれども、ここはあくまで日本のもちろん領土ですし、日本実効支配、そのためには、まあ、ここに、まあ、公務員、要するに自衛官を済ますとかなんていう話もありますがね、うん、
要するにまだ日光支配している状態、うん、ところが竹島はこの占領中にですね、占領が終わる直前に実効支配からされてしまってるんですよね、これはね、うん、もうされてますね、これは。それから北方領土ももうされてますね、されてるわけですよね。だからこれと尖閣とは、ま、その全く違うんですよね、全く違いますね、これはね。だからここは本当にね、まあ、それ分けて考えていかないと、ね、まあ、尖閣なんかこれ誰がどう聞いても中国の人以外はこれはもう日本のものですねっていう判断をせざるを得ないというか、もう明らかですよね。ですよね、それで実はね、私のこの瞬間にしたね質問をね、はい、いろいろやられたやつを答えたりするんですけども、その中でもですね、はい、例えば竹島の日をね、決めて、何でした2月22日ですか、うん、でそれをやると言ってたのにやらないとかね、いうのがおかしいじゃないかという話を言われたりしてるんですけどね、これもね、僕は本当はね、それはそういうことしてもいいんですけれども、要するに一番我々が言わなきゃならないのは何かというとね、韓国は韓国で大統領選挙やってですよ、でまあ勝ってきてるわけですね、この朴大統領が誕生したと。でもちろんこちらの方も総選挙で安倍総理が誕生してるんですけれどもね、それぞれその自分たちの国の背負ってるところありますよね。で当然これはこれから話していきませんが、要はあれ本当にね、竹島を取り戻すなんて話になるとね、これ要するに戦争で捉えたんじゃないですけど、戦争の日本が占領されて主権がない間に捉えてるんですよ、全くね。それ取り戻すと思うとね、その同じだけのね、いやそれ以上のものすごいね、それ力パワーというものがね、必要ですよね、必要なんですよ。でそれを考えるとね、そんな簡単にね、いわゆるアピール合戦だけではできないんですよね。そうですね。だからそれやるっていうのもっと冷静な議論をしていく意味がないんですよ。これね、まあ、悲劇の引き倒しかもしれませんけどね、安倍政権を熱烈に、ね、誕生を期待してたいわゆるネットの人たちの中でね、うん、それはそれでありがたいし、まあ、私なんかも応援してくださる方多いんですけども、ちょっと気になるのはね、こう私最近言葉作ったんですけどね、もう独善的排外的保守思考停止保守、ね、これがね、これで困るんですよ。で、こういう人たちがね、もうちょっと少し、ね、このタイミングとか ね、もう全部手の内明かして戦うと大体負けますから、こう徐々にこうね、こうやっていくっていうね、これもそうで、ね、私なんかよくドキドキのお前は SF 保守だとかね、もう言われても全然平気なんですけど、なんていうんですかね、こう何でもかんでも手の内明かしてね、じゃあ靖国神社に参拝、私は様子を見てね、まず政権の基盤を安定させること、長期安定政権にすること、それによっていろんなやりたいことをやっていく。そうじゃあ竹島とか靖国でね、じゃあ自爆テロやっていいのっていう話ですよね。そうです。だからそこをね、ご理解いただきたいですよね。おっしゃったんです。だからね、これはね、政治というのは結局ね、融通無限、臨機応変、そう、融通無限、しかも敵は反日日本人になってるわけですよ。だからもう そういう人たちと中の敵と戦いながら外の敵と戦うってこれ大変ですから、ね、そう。だから結局政治の本質はそこに僕はあると思うんですね。だからただね、その片方で自分の心の中でもちろんね、ある竹島も取り戻さなきゃならないし、心の中で ねもちろんありますしね、やるんだけども、実際に政治のこのやり方としてはね、そのいろいろなタイミングをね、考えてやらないといけないです。だから僕例えて言うとですよ、うん、例えばここにね、大きな、障害物があるんですよね、うん、本当向こうに行かなきゃならないと、うんうん、ね、そうするとね、ここね、まっすぐまっすぐどんどん行ってもこれぶつかってね、行かないんです。だから融通無限というのは臨機応変じゃ曲がっていいんです。そうするとこっち曲がるとね、あっちに遠く行った目に見えるでしょ。そうところに行ったようでこう行ける。いや、私なんか逆に言うとね、穴掘って調べて、ね、隠れてね、実はもう下に通ってたから、そういうこともあるし、ね、死んだふりとか見えないところでやるとかね。だからそれはそういうふうにね、思ってやらなきゃ。だからところがね、それをね、向こうに行かない、本当にやらなきゃならないあれだということがね、分からずに現実のこれを調整するとね、似てるんですがね、全然違うんです。そうですよね、穴掘ってるだけで ね、どこまで行ったか分からない回っていって向こうに戻ってこれないんですよ。だから私たちが一番言ったのは歴史観、ね、そうですね、それを持つと行かなきゃならない方向が分かるわけですよ。で分かって、現実問題の政治はですよ、臨機応変に融通無限に相手がいることですからね、でやりながらこう周りに持っていくこともある、あれば一品に飛べることもあるし、でこのこと自体がなくなっちゃうこともありますしね、いろんなことで。あとね、私ね、そういうことですよね、西田
先生ちょっと聞いてみたいことがあったんですけどね、まあ、自民党に私、まあ、7年ぐらい無所属で、まだ復党して1年も経ってないんですけれども、やっぱり自民党が目指すべき政治っていうのは決してその経団連とか財界中心の政治ではなくて、やっぱり日本全国にある 95% 以上は多分中小零細企業ですよね。そうやってコツコツ汗水垂らして働いている人たちが報われる社会、農業者とかね、ですから私はその最近ちょっと経団連を見てて思うのはね、こうすぐこう損得とかね、中国にものあんまり言わないでくれとかね、なんかこうふざけてますね、ふざけてません、バカ野郎ですね。でその人たちたった一握りの人たちでしょ。でしかも空洞化の張本人ですよ、ね、外国行って稼いでね、どんどん内部留保貯めてね、それでそういう財界に、ね、やっぱり尻尾振るような自民党ではいけないと。ドイツにはね、自由民主党ってあるんですよ。ああれです、ね、それ財界、まあの人に結びつきが強いんですけど、でもその政党っていうのはもう第三極なんですよ、うん、それがだからドイツは真っ当なわけ、社民党と、うん、今与党のキリスト教社会民主同盟っていうのがあって、やっぱり大衆政党なんですよ。だから多分自民党はやっぱ大衆政党であるべきであって、それこそ工場で働いてる労働組合員の人も含めてね、そういう人たちをの政党としてね、やっぱり言っていかないと、まあね、まあ、大衆政党というか国民政党、国民政党、責任政党ですよ。だからおっしゃる通りでね、まあその財界がね言うのはねいいんです。でもねこれね、彼らは彼らの立場で言ってますからね、それはいいんだけどね、まあ、そうですかで終わりなんです、うん、だからさっきの韓国の話もそうなんです。韓国の大統領が選挙終わったらね、やっぱり言いますよ、当然ね、当然だからそれはそうですかって言ったらいいんですよ。そうですね、淡々とやればいいんですよ、淡々とやればいいんですよ、ったらいいんです。それでね、僕が言いたいのは、まあ財界の話もねそうなんですがね、昔はねこの財界の言ってることがまた国民の利益でなったんですよね、うんうん、というのは日本の国内の、ね、はい、企業の代表、そして企業が儲かれば従業員もなるし、ね、税金も入ってくるし、はい、でこれだから国益と企業の利益、財界の利益が一致した、これがやっぱりあったんですね。ところが今このね、冷戦が終わってからはですよ、いわゆるグローバルマーケットが誕生して多国籍企業ですよね、うん、で日本のブランドではあるけどね、例えば、外国人がねもう半分持ってますとかいうね会社たくさんありますよね、うん、そうすると当然配当、その企業の利益のね配当自身も それぞれ持ってる株主に行くんですからね、必ずしも日本に来ないし、それから税金自体もですよ、それぞれの現地で払ってると、本社は日本にあってもですよ、これは こちらでも払ってないと、残るのは雇用なんですよね。で雇用が日本でですねたくさんやってくれればいいけれども、今やもうそれ雇用も日本にも海外に多くなると、うん、となるとね、彼らが言ってる利益、会社の利益はね必ずしも日本の利益と一致しない、いやむしろ相反することがたくさん増えてしまうんですよ。だから我々言わなきゃならないのは、まあそうですかとあなた方の意見はそうですねと、しかし私たちこの政治家がやらなきゃならないのはね、国益を守ることなんですよ。でもちろん彼らを排除することしろと言ってるんじゃないんだけども、ね、それは冷静にそうですかと、しかし我々は日本人のためにあなた方が言ってることがプラスにならないことは認められませんと、ね、やっぱりそういうことだと思うんですよね。いや私ねすごい不思議だなと思うのはね、日本のマスコミなんですけれども、なんかこう医師会とか農協ってこうなんかこう既得権者みたいなね、こう抵抗勢力みたいにこう演出してね、うん、でなんかこうグローバリズムがいいことだみたいになってますけど、私は本当にグローバリズムで自由化されたら一番既得権にあぐらをかいてる日本のマスメディアが、そうですよ、だから彼らは本当に、うん、自分で自分なんかだから天に唾してるような感じなんですけど、そうですね、マスメディアってこれいつも言ってるんですけど TPP にねなんかこうなんか丸か罰かみたいなことやってますよね、マスコミ。でもマスコミこそが、ね、TPP に反対すべきじゃない。だって日本のマスコミってすごく既得権に今ね、だって周波数とかね、そういうものをオークションしようとか、そもそもねこれはもう公や、ね、公器そのものなんですよ。ですよね、これはでもう希少資源ですよ、しかも そう、ね、それを彼らがね独占的に使えてる、ね、それは何かって言ったらね、日本の公共に合致すると思ってるから ねやってたのに、違うことやるんならね、やめましょうかと。僕フォックステレビのね、アメリカ のテレビ局の、まあ、オーナーだったらね、なんか4チャンネル、ね、4テレビからなんか買えないかなと思いますけどね。
なんで買えないんだろうと思いますけど。だからマスコミはそのあれも3割外国人規制がありますよね。外資規制がありますからね。ありますからね。ありますからあれなんですけども、要するに、マスコミはデタラメやってるんですけどね。しかしこれマスコミがね、昔からデタラメなんですよ。というかある種のね、大衆迎合をやってで物をね売っていくと。要するに 民間放送ですからね。これ商売でやってるんですから。しかし片っぽで公の、ね、資源であるね、この気象資源である電波をね、国が割り当てていることによって成り立った商売ですから、儲かればええということではね、できないはずなの。だからそこをね、彼らにね、我々きっちりね、言わなきゃダメだと思いますね。電波使用料なんて不当に安いですしね。